石黒秀彦石黒秀彦は日本の文部朝鮮総督府台湾総督府官僚広島県出身石黒聖左衛門の逸尾として生まれる広島中学第三高等学校を経て1910年7月東京帝国大学法科大学法律学科を卒業1911年5月文部省維新資料編纂事務局初期となる 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1913年6月、文部族となり、普通学務局に配属。その後、県内無属、地方局勤務、秋田県理事館、群馬県私学館などを歴任。1919年8月、朝鮮総督府に展示官本部第三部長に就任。さらに、平安北道第三部長。 同警察部長、朝鮮総督府内務局地方課長などを歴任した。1927年2月、台湾総督府に移り文教局長に就任し、ついで内務局長を務めた。1931年5月、奈良県知事に就任。ついで1931年12月から1937年6月まで岩手県知事。在任中、二度にわたる大協作や、 1933年3月3日の昭和三陸地震などの復興に尽力した。大津波の翌年、石黒を中心に異例の歌と復興の歌が作られた。1937年6月から1938年12月、北海道庁長官。1938年北海道神宮内に開拓神社を設立。 また1940年に開催されるはずだった札幌オリンピック実行委員会を設置した同年12月文部次官に就任在任中野球は一本勝負であるべきで二回戦などは行うべきでないすべて真剣勝負であるという論法を出して東京六大学リーグを一回戦にした1939年9月まで在任し退官したその後 1942年6月から1943年10月まで体制翼3会連制局長を務めた。ありがとうございます。